神戸市立兵庫図書館は、日本の兵庫県神戸市が、神戸市立図書館の地域拠点館として、兵庫区に設置している、公立図書館である。2016年度の集計では、蔵書数が10万4880冊で、中央図書館と東灘図書館に次しない11、館中で、第3位、来館者数は24万3320人で、第7位。 貸出し冊数は354,318冊で第9位となっている。1984年に廃止された当時の国鉄標語貨物駅の標語、臨港線貨物ヤード跡地を再開発したキャナルタウンに入居する。1970年代から神戸市立図書館が進めてきた各行政区ごとに1、館を設置する方針により整備された地域拠点館としては、 最後の開館となったが、これは中央図書館が、兵庫区と旧育宅の境界付近に立地しているという事情が大きいと言われる。1996年の開館後、中央図書館から移譲された戦災関連資料を整理して、戦災記念資料室を設置したのをはじめ、健康、福祉コーナーを設置するなど、宅の拠点館に見られない特徴を有している。二千十六年、 開館20周年を記念して、兵庫図書館オリジナルのマスコットキャラクター、図書子ちゃんがデビューした。本館独自の活動やコレクションとして、以下のものが挙げられる。1945年6月の神戸大空襲による、市街地の被害状況に関する記録の収集、保存を行っている、神戸空襲を記録する会から市立図書館に、帰宅された資料が1996年の、 開館後に中央図書館から本館に移され、戦災記念資料室として公開されている。代表的な展示物として、兵庫県庁舎前の電線地下埋設工事に伴い、伐採されることになったため2002年に譲り受けた戦災プラタナスがある。2012年に市内各区の地域拠点館で開設された沖塩文庫では各館ごとに収集テーマが設定されているが、 兵庫図書館では文庫が設置される以前の2002年から館内に健康、福祉コーナーを設置して関連資料の収集を重点的に行っており文庫のテーマも命、健康とされている。その後2019年4月には北上図書館が市内で10番目北区で2番目の地域拠点館として北図書館の文館から昇格する形で開館している。ありがとうございます。